兵庫県立張馬農業高等学校は、兵庫県火災市にある県立の農業高等学校。兵庫県で唯一の文部科学省指定農業経営者、育成高等学校に認定されているほか、兵庫県グリーンスクール表彰を受けている。県下全域から生徒を受け入れており、自然環境保全や循環型農業、有機農業、フラワーアレンジメントが学べる。 農業後継者育成の拠点となっている。定員の50%が推薦入試での募集となっている。平成22年度推薦入学合格等状況。兵庫県教育委員会。P89-2012 年6月18日閲覧。特色ある職業高校づくり研究推進校一覧。兵庫県教育委員会。 P103、P 2012年6月18日閲覧。進路状況。兵庫県立リマ農業高等学校。2012年6月18日閲覧。AB、明るい農村リポート84、収納決定3人からある全寮制農業高校。卒業前夜兵庫県火災市。NHK アーカイブス。2012年6月18日閲覧。玉岡寮へようこそ。 兵庫県立リマ農業高等学校。2012年6月18日閲覧。愛情を乗せて走る。スンスン朝日。2012年6月18日閲覧。3年ぶりの全国優勝を目指す。リマ農工場術部。神戸新聞。2012年6月18日閲覧。相撲部。兵庫県高代連。2012年6月18日閲覧。 第10回日本水、対象応募活動一覧マイナス。日本河川協会。2012年6月18日閲覧。姫城の歴史。兵庫県立姫路商業高等学校。2012年6月18日閲覧。特別順米酒、玉岡の雫発売開始。笠西市観光町づくり協会。2012年6月18日閲覧。 卵アレルギーの人も食べられる卵。ハリマ夢卵開発。g-a-r-b-a-g-e-n-e-w-s.com。2012年6月18日閲覧。ハリマ夢卵に対して、激励や励ましのお言葉をいただき大変感謝、申し上げます。兵庫県立ハリマ農業高等学校。2012年6月18日閲覧。ハリマ農業高等学校、農耕祭。 加西市、2012年6月18日閲覧、郷土伝統文化継承推進校一覧、兵庫県教育委員会、P59、2012年6月18日閲覧、ありがとうございます。